相馬を落として柿谷からもう一度相馬、追いつけば大チャンスになる。相馬スピードを出す、そのまま折り返して守備に沿う、完全に崩しました。名古屋先制、今日も相馬から、そして仕上げは守備不足。まあ、前のところ空きましたし、まあ、奥に前田も相手の守備をつってるので、この前のところ空きましたよね。あとは正確に、まあ、左足の、まあ、ですからトップ下の位置ですけど、うん、その範囲が広いですよね、はい、プレーの。ここも裏、相馬守備不足、ニアに動く、バーに前田が来る、ニアから守備不足、ここも深くえぐった相馬、そしてニアに右足インサイドで逆サイドに流し込むっていう技術を